ランカグアは、チリの都市。人口214,344人、チリ中部に位置し、リベルタドール・ベルナルド・オイギンス州の州都である。首都サンティアゴからは 87km 南に位置する。ランカグアの経済は、工業、製材、観光、農業、食品工業、及び地域の中心としての商業からなっている。2002年の国勢調査では、ランカグアの面積は 260.3 平方キロメートル、人口は 214,344 人、増加した。ランカグアは、首都サンティアゴとは、パンアメリカンハイウェイによって結ばれているほか、メトロトレンという近郊電車によって、サンティアゴ地下鉄と結ばれている。ランカグアには、オイギンス州で最初に設立された、私立大学である、ランカグア大学がある。また、ランカグアの東高 40km のアンデス山脈の麓にあるエルテニエンテには世界最大の地下銅山として知られるエルテニエンテ銅山がある。エルテニエンテ銅山はチリの国営銅山企業であるコデルコが所有し採掘を行っている。ランカグアはチリ中部にいくつかの都市を建設したジョゼ・アントニオ・マンソデ・ベラスコによって建設された。市の旧名はビラ・サンタクルーズ・デ・トリアナであった。ランカグアはチリ独立戦争において1814年に起こったランカグアの戦いによってチリ市に名を留めている。この戦いではベルナルド・オイギンス率いるチリ独立軍とオソリオ率いるスペイン軍が激突し、チリ軍が敗北してチリは一時スペイン軍に再征服されることとなった。2010年チリ地震において被害を受け、キューバが27人の医師と9人のスタッフを派遣した。近年、ランカグアは、オイギンス州の文化の中心として、また周りに広がる、ブドウ畑を求めてやってくる、観光客の起点として来訪者が増えている。この町にある、ブラーデンカッパースタジアムは、1962FIFA ワールドカップにおいて4つの会場のうちの1つとなった。サッカークラブの CD オヒギンスは、国内有数の強豪チームである。また、ランカグアでは、ロデオの国内最高の戦いである、ナショナルチャンピオンシップが毎年行われている。ありがとうございます。